ご視聴ありがとうございます。トロピオチカです。今回は前回のデッキ構築について、まあ、続きになる感じで少しだけね深い話をしていきたいなと思います。前回はデッキの作り方をいくつかのステップに分けて解説しました。1つ目は使いたいカードを選ぶ、2つ目はそのカードに合った戦略を決める、3つ目はそれらと相性のいいカードをリストアップする、4つ目はそれらのカードを何をどれくらい入れるか決める、そして最後5つ目はそれらに合わせて土地配分を決める、といったデッキ構築のやり方でした。まあ、あとはね、遊んでみて調整していくっていう感じですけれども、ただね、この5つのステップの中で、一番難しいステップっていうのは、どれになるでしょうか。まあ、これらの方法を試したかったならね、わかると思うんですけども、おそらくね、4つ目のステップが一番難しいんじゃないかなと思います。まあ、何をね、どれくらい入れるかを決めるっていうやつですね。まあ、入れたいカードをね、すべて4枚入れるとですね、すぐに60枚オーバーしてしまいます。まあ、かといってね、どれをね、減らしたらいいかっていうのね、なかなかわかりにくいと思うんですよね。なぜこのカードは4枚でいいのか、なぜこのカードは1枚でいいのか、みたいな感じで。今回はですね、このデッキに入れる採用枚数についてお話ししていきたいと思います。まず最初は4枚入れるカードについて。まあ、マジックのね、ルールではですね、同盟カードは4枚まで入れられます。まあ、何でもかんでもね、4枚入れたくなってしまうところではあると思うんですけれども、まあ、デッキの枚数っていうのがね、決まってる以上はそうはいきません。まずは特定のカードを4枚入れる理由について考えていきましょう。まず1つ目。そのカードがコンボパースであること。まあ、基本的にコンボデッキっていうのは、コンボを決めなければ勝つことはできません。そのため、それらのカードを何としてでも引き当てなければいけないということになります。まあ、コンボデッキではですね、パーツ1枚だけ引いても何の役にも立たないってことは多いんですけれども、パーツが揃ってしまえば即勝利できるってことで、まあ、リスクに比べたらそのリターンが大きいということでね、そのカードを引く確率を最大限高めるために4枚ずつ採用しましょう。2つ目は、そのカードが絶対初手に欲しいカードであるかどうかということです。例えば、ラノアールのエルフや極楽鳥といったマナクリーチャーと呼ばれるカードは、4枚採用したいカードになります。マナが伸びていった後の終盤で引くと弱いカードではあるんですけれども、これらをね、1ターン目に唱えることができたなら、大きな力を発揮します。このマナクリーチャーっていうカードは、1ターン目に出せるかどうかっていうので、大きく勝率が変わるっていうカードでもあります。なぜならね、2ターン目に相手は2マナしか使えないところ、こちらは3マナ使えるということで、最初盤にね、大きなマナを使ってより行動できるということにつながりますからね。他にもビートダウンデッキにおける1マナクリーチャーというのはですね、できるだけ最上盤に唱えたいので、こちらも4枚採用すべきです。特にね、現在のスタンダードに存在する緑ターンアグロの生川収集家っていうカードね、まさにこれに当てはまるカードなんじゃないでしょうか。1ターン目に出しておけば、後続を追加することでどんどん成長していって、まあね、その価値をね、大きく高めることができます。まあ、こうしたカードっていうのをね、常に後半引くと弱いっていうね、弱点を抱えているんですけれども、それでもね、1ターン目に出す意味っていうのが非常に大きいので、まあ、それらのね、リスクを負う価値は十分にあると考えられます。まあ、そもそもね、ビートダウンデッキっていうのは、早めに決着をつけるっていうのを目的にしているので、まあ、後半引くと弱いっていうね、現象がそもそも起こりにくいっていうのもね、理由の一つにあります。3つ目は、そのカードがいつ引いても強いかどうかということです。まあ、1つ目と2つ目の理由ではですね、採用するリスクよりもリターンが大きいので、4枚絶対採用しましょうっていう理由だったんですけれども、まあ、これらとは対照的に、いつ引いても強いカードっていうのは、そもそものリスクが少ないカードを意味します。まあ、2ターン目に引いても、10ターン目に引いても、一定の活躍ができるカードであれば、まあ、何枚引いても嬉しいものですよね。例えば、今、スタンダード絶賛トップレアの、自在の怒りのタイタン、ウーロっていうカードは、まあ、序盤に使えば土地を伸ばしつつドローできて、しかも、時間を稼ぐことができる3点回復がついている。終盤には墓地が溜まっていくので、脱出して、まあ、フィニッシャーとして扱うこともできますね。しかし、精霊竜ウィンというカードは、ウーロと同じように強力なカードではあるんですけれども、まあ、8マナっていうね、大きなマナコストであることから、序盤から中盤ではですね、ただにあっても全く活躍させることができません。まあね、ウギンをね、出すことを第一の目的にしているっていうデッキじゃない限りはですね、このカード4枚採用するっていうのはね、まあ、なかなかね、リスクの方が大きいのかなと思います。はい、というわけで4枚採用する理由っていうのをここでは考えてきました。ではですね、4枚ではなく3枚に抑える理由っていうのはね、どんな理由が考えられるでしょうか。まず1つ目は、1枚は欲しいけれども、2枚は引きたくないカードです。これはですね、特に伝説のカードが、よく当てはまるんじゃないかなと思います。場にはですね、1枚しか出すことができないので、2枚引いてしまったらですね、余分なカードをね、活躍させることが全くできません。まあね、1マナか2マナの伝説のクリーチャーであったら、まあ、結構簡単に相手に対処されたりとかするんで、まあ、4枚採用しても問題ないっていう風に考えられるんですけれど、まあ、ちょっと重めのアーティファクトやエンチャントだったら、まあ、対処されにくかったりするので、よりね、手札で腐りやすくなりますよね。また伝説のカードの他にもですね、効果が重複しないカードっていうのもね、これに当たります。まあ、どういうことかっていうとですね、例えば、
地染めの月っていうカード、まあ、こちらはですね、基本でない土地を全部山にするっていうカードなんですけれども、1枚置いても3枚置いても4枚置いても、まあ、ゲームに影響する効果っていうのは変わらないですよね。まあ、1枚引く部分には効果発揮するんですけども、2枚3枚と引いてしまうとそれらは完全に無駄牌になってしまいます。こうしたカードは4枚ではなく3枚に留めておきましょう。続いてはデッキに対してコストが重めのカードです。例えば2、3マナ域が中心のビートダウンデッキでは、まあ、2ターン目、3ターン目、4ターン目と毎ターンね、何かしらの呪文を唱えて動いていくのが理想になります。しかし強力とはいえ5マナ、6マナのねカードね、何枚も引いてしまったらですね、この毎ターン展開するっていう動きをね阻害してしまう要因になります。なのでそのね、重めのマナコストのカードを枚数を少しね減らしておけば、それらのリスクをね抑えることができますよね。まあ基本的にですね、早期の決着を目指すデッキにとって、まあ、1枚のカードだけで全てが決まるっていうことね、なかなか起きないです。様々なカードを繰り出していろいろな指摘を打つことによって、初めてね高マナ域の切り札が進化を発揮できる環境が整います。そして3つ目の理由、3つ目は単体では活躍できないカードです。翼の結集っていうカードがあります。これですね、飛行クリーチャー全体にプラス2プラス2修正を与えて全部アンタップするっていうカードなんですが、この効果を最大限に発揮するためには飛行クリーチャーをなるべく多く展開する必要があります。まあ、1枚もね飛行クリーチャーが場に出ていないのに翼の結集だけ持っていても何の役にも立ちません。まあ、基本的にこの翼の結集っていうカードは打てば勝てるカードではあるんですけれども、2枚3枚とね手札に抱えてしまえばそれだけクリーチャーを展開できる数が少なくなってしまいます。まあ、デッキ全体としてね、いつ引いても有効に使えるっていうねデッキ構築になっていればいいんですけれども、まあ、そうでないならね3枚程度に抑えておくのがいいと思います。さてここまで4枚入れるカードと3枚入れるカードの違いと理由について話してきました。ではおさらいしていきましょう。まずね、4枚採用するべきカードがどんなものか。1つはコンボパーツであること、2つ目は絶対初手に来てほしいカード、3つ目はいつ引いても強いカード。これらは4枚採用する十分な理由になります。続いては4枚ではなく3枚に抑えるべき理由。1つ目は1枚は欲しいけども2枚はいらないカード、2つ目はデッキ全体に対してコストが重めのカード、3つ目は強力ではあるものの単体では活躍できないカード。これらは4枚ではなく3枚程度に抑えていった方がデッキ全体としてはうまく回る可能性が高いです。さあ、というわけで次はね、2枚採用する理由っていうのをねお話ししていきたいんですけども、これは次回また話したいと思います。おい、一気に話してくれよって思うかもしれないんですけどもね、まあ、ここまで結構ね多く話してきたので、まずはねそれらをねちゃんと覚えて、まあ、次回に備えてください。次もね気になるっていう方はぜひねチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またね、この初心者向けの動画でですね取り扱ってほしいテクニックとかね、皆さんのね、まあ、プレイングとか構築の悩みありましたらぜひコメントで教えてください。というわけでトロフィー大塚でした。また次回よろしくお願いいたします。またこのチャンネルを運営しているハレルヤは全国各地に11店舗を展開する日本最大のマジック専門店です。どこよりもお手軽にカードを購入できるオンラインショップは品揃え抜群。最新のデッキリストや戦略誌も豊富なので、ぜひ一度概要欄のリンクからアクセスしてみてください。